はい、皆さんこんにちは。今回は教育現場で最も使われている写真、それから動画編集ソフト、キャンバのログイン方法、それから使い方、これについて説明をしていきたいと思います。まず最初に YouTube のこの概要欄ですね。こちらの URL をクリックします。はい、そうするとこのキャンバのホームページが出てきますので、ここで登録をクリックします。で、今回はまあ Google アカウントでログインをします。で、Google で続行をクリックします。で、アカウントを選択して、はい、そうするとキャンバの利用目的を教えてくださいということなので、今回は教師で使ってみます。で、この画面は今回はスキップします。はい。で、これもスキップして、今はしないにしておきます。で、まずこれ、クッキーをね、設定してくださいとあるので、すべてのクッキーを許可するをクリックしておきます。はい。で、初めて使う場合には、まあ、このようなウィンドウが出て何を作成しますかというので、まあ、今回は簡単に動画を使ってみますか。動画。で、動画をクリックします。はい、そうすると、この動画のね、テンプレートが出ますので、早速作ってみますか。じゃあ、これあたり使いますか。はい。この、マリコ先生のアート教室、クリックするだけで、はい、ここに動画が配置されます。で、ここでは、はい、安藤先生の動画教室か。動画教室。はい。はい、これでいいかな。はい。で、これで、まず最初のタイトル画面ができました。じゃあ次に、これ動画をね、これ自分の動画をアップロードしてみましょう。で、アップロードをクリックして、で、ここに動画を持ってきます。じゃあ今回ちょっと作っておいたこれをね、はい、持ってきておきます。はい。そうすると、アップロードがされて、はい、ちょっと時間かかりますかね。はい、これでアップロードされました。で、アップロードされたこれをここにドラッグ&ドロップして、はい、このように動画配置されますので、これで一通りできたのかな？はい。ちょっと再生してみますか。はい。動画の自動編集の、はい。あとはこれ音楽を追加してあげます。で、音楽はね、ここ素材から、はい、こうオーディオとありますから、例えばこちら、はい。で、これをここにドラッグ&ドロップしてあげると、ここに音楽が追加されます。はい。で、これ音楽の音量ですね、これはちょっと下げてあげるといいかな。ここでちょっと下げてあげると、こんな感じね。はい、そうすると、これ再生すると、動画の自動編集のテストをしています。このように。このようにできました。で、今、ここね、切り替えを追加するということなので、このプラスをクリックしてあげて、ここですね、切り替えを追加する。これ上ではなくて、ここです。この下の部分。これをクリックすると、どんな風に切り替えるかと。はい。スライダーとか、サークルワイプとかね、ラインワイプだとか、あとはディゾルブとかね。はい。自分ディゾルブが好きなんで、これにしますね。はい。そうすると、これで、動画の自動編集のテストをしています。このように無音のところが自動的にカットされます。将来的に動画。はい。こんな風に動画ができました。で、あとは、これこですね。ここで、ダウンロードで MP4 形式の動画ということでダウンロードします。で、今ここダウンロードがちょっと自分で見えないんですけど、ちょっと消えますか。はい。そうすると今ここに今ダウンロードが始まってます。はい。そうするとここに動画がね、ダウンロードできましたので、これクリックしてあげます。そうするとの自動編集のテストをしています。このように無音のところが自動的にカットされます。将来的に、はい、こんな風に動画が簡単に作成できました。はい。あと、この動画を相手に共有する場合には、ちょっと自分で見えないんですけど、ここですね、ここをコピーしてあげるか、ここ見るためのリンクを共有する、まあ、これをまあクリックしてあげると、はい、これで相手に送ることができます。
例えばこれブラウザーで開いて先ほどのコピーした URL 貼り付けますね、これで。でそうすると、はい、これで再生すると、はい、ブラウザー上で見るようなことができました。自動編集の、はい、はい、いかがでしたでしょうか。今回は教育館で最も使われている写真動画編集ソフトキャンバの紹介でした。それではまた。じゃあの。